私はパニコ、28歳の OL です。入社4年目で最近部署が異動になりました。新しく覚えることが多くて忙しいけど充実した毎日を送っています。だけどね、同じ部署の同期ののぞみにはちょっと困らせられていました。ある日、私がいつものように黙々と仕事をこなしていると、タニコさん、この仕事をやっておいて。のぞみがいつものように資料の束を持って私のところにやってきました。のぞみさん、いつも私に仕事を押し付けないでください。うっさいわね。美しい私は会社のマドンナとして何かと忙しいの。お化粧したり雑誌読んだり。地味ブスなあんたは仕事するしか能がないんだから、あんたが私の仕事をやるのは当然よ。うげー、今日も相変わらずのドキュン。のぞみが言う通り、確かに私は地味です。子供の頃にいろいろあって、それ以来目立つのが好きじゃないのよね。だけど普通あんな面と向かって人に地味とかブスとか言う？もちろんのぞみについては逐一上司に報告。仕事をしない問題児のぞみは首すれすれでした。ところがなんと、のぞみが取引先の会社のイケメン社長である辰森さんと婚約したんです。辰森さん、あんな女のどこがいいの？と疑問に思っていたんですが、どうやらのぞみは辰森さんの前では徹底的に猫をかぶっているらしい。何はともあれ、のぞみは寿退社するらしく、ようやくのぞみから解放されると私は内心喜んでいました。ところがある日のお昼休み、私が休憩室でお弁当を食べていると、タニコさん、突然私の隣にのぞみがズカッと腰掛けてきたのです。ねえ、私が辰森さんと結婚する噂聞いた？げー、絡むな、鬱陶しい。私はお弁当を手に持ち、無言でその場を後にしようとしたんですが、突然私のスーツの背中をのぞみがギュッと掴んだのです。話してください。彼ってほら、白金の高級住宅街に住んでるセレブじゃない？この間のデートも私のためにクルーザーを貸し切っちゃって、羨ましい。私は静かにご飯が食べたいんです。話して。結婚式も高級ホテルでやるな。あなたにも特別に結婚式の招待状を渡してあげる。よかったわね。私のおかげで地味なあんたでも高級ホテルに入れるわよ。おそらくのぞみは自分の結婚式に私を呼んでマウントを取りたいのでしょう。申し訳ありませんが、私は結婚式には出席しません。私たち別に仲良しってわけじゃないでしょう。こんなやつにご祝儀進みたくないし、時間だって割きたくないもの。私の言葉にのぞみは私のスーツから手を離し、キョトンとしたかと思ったら、パニコさん、私に嫉妬してるのね、惨めね、とにやけ顔。話が通じない相手に何を言ってもこっちが疲れるだけです。私はさっさとその場を後にしました。後で聞いた話なんですけど、うちの部署の女性社員たちもみんなのぞみにマウント話をされつつ結婚式の招待状を渡されたとのことでした。さらにその数日後、居酒屋でうちの部署の決起会が開催されました。のぞみも参加していて、私を含めた女性陣は彼女から遠い席を選んで腰掛けていました。しかし私たちが仲良くワイワイ飲んでいると、あら、地味ブス独身女たちが群れを直してる。のぞみが私たちを指差しながらこちらへやってきました。辰森さんと結婚する私はセレブになって住む世界が変わるし、もうあなたたちとは付き合うこともないかもだから、特別に今日は貧乏人の愚民のあなたたちとお話ししてあげる。あー、もう鬱陶しい。その時でした。あら、何この汚いキーホルダー。のぞみが手に取ったキーホルダー、それは小さい頃私の弟のあつやがお小遣いをはたいて買ってくれたもので、私の宝物です。化粧ポーチについてるのを見た同僚が、それかわいいとさっき言ってくれたので、みんなに弟の職業など話しながら見せていたところでした。ちょ、返して。それは弟からもらった宝物で。こんな汚い安物は宝物だなんて、ウケるんですけど。えい。のぞみはそう言うと、なんと私のキーホルダーを自分のビールジョッキの中にドボンと落としたのです。え、ちょ、はい、アルコール除菌完了。私はのぞみをにらみつけ、ジョッキからキーホルダーを取り出しました。
弟の話をさっきまで聞いていた女性陣も激怒。全員で上司に理由を説明し、先に帰宅しますと言うと上司も納得。私たちが帰り支度をしている時に上司がのぞみを叱っていましたが、私に盾つくと辰森さんに言いつけて首にしてやるわよとのぞみが上司に言っていたのが聞こえました。あのドキン女、頭の上からドラム缶でも落っことしてやろうかなんてイライラしながら帰宅した私に、弟の敦也から電話がかかってきました。敦也の話を聞いてびっくり。敦也は少し前からアパレルブランドを立ち上げる準備をしていて、その関係で辰森さんの会社とも付き合いがあるのだそうです。どうやら辰森さんから結婚式にお呼ばれしているのだとか。姉ちゃんと同じ部署の人が花嫁さんらしいし、姉ちゃんも結婚式行くの？そこで私は結婚式に出席しない旨と、その理由であるのぞみが今まで自分にしてきたことについて敦也に話したんですが、げえ、超やばい人じゃん。でもそののぞみって人、俺と姉ちゃんが兄弟ってしたらめちゃくちゃびっくりしちゃうかもね。確かにあいつは驚くかもね。て、あ、何？どうしたの？ひらめいた。その時ちょっと面白いことを思いついちゃったんです。私が敦也に自分の思いつきを話すと、敦也もさすが姉ちゃんと大爆笑。そして私は飲み会で一緒に帰った女性陣にも連絡。みんなでのぞみと辰森さんの結婚式に乗り込むことにしました。このまま何もせずにのぞみとさよならするのは私の性に合いません。あのクズに度肝抜かせて目にもの見せてやるわよ。のぞみと辰森さんの結婚式当日、私が同僚の女性たちと一緒に式場に到着した時、のぞみと辰森さんがなぜか玄関口に立っていました。あらあら、皆さんお揃いね。さあ、ツーショット写真を撮りたいなら今よ。絶対映える写真が撮れるわよ。美人な私と超ハイスペックな辰森さんのツーショット写真ですもの。あー、こうやって出席者に早速マウント撮ってるわけね。のぞみ、頼むからそろそろ準備しに行こう。時間ないんだから。辰森さんが心底困った顔で言ったその時でした。私たちの前に黒塗りのハイヤーが停車したんです。後部座席のドアから出てきたのは弟の敦也だったんですが、敦也を見たのぞみが、え、嘘、有名ダンスボーカルグループのメンバー敦也と大きく目を見開きました。そう、実はね、敦也は超有名なダンスボーカルグループのメンバーなの。なんで？のぞみ、敦也さんの大ファンだろ。のぞみに内緒でサプライズゲストとして呼んだんだよ。と突然のぞみが敦也の周りにできていた人混みをかき分け、敦也の方へ。その際、どけ、敦也さんは私のために来たんだとのぞみがあまりに凶暴な様子で突進していったから、辰森さんが開いた口が塞がらないといった感じ。一方の敦也はのぞみをスルーしてこちらにやってくると、じゃ、また後でねと私にウィンクしてクスクス笑い、式場スタッフさんにどこかへ連れられていきました。え、あんた、いや、パニコさん、敦也さんの知り合いなの？紹介して、お願い。のぞみが私に必死に頼んでいたのですが、辰森さんがいい加減にしろと怒ってのぞみを強制連行。その後の挙式や披露宴でものぞみが私に何度も敦也さんを紹介してと迫ってくるものだから、辰森さんがたびたびのぞみの体を押さえていました。辰森さんも辰森さんの家族もとん引き。そしてついに披露宴の時間、敦也が司会者の人に名前を呼ばれ、大歓声の中登場したんですけど、計画通り私もステージへ。のぞみがぐいっと首をかしげて不思議そうに私を見つめていると、こちらは僕の姉です。姉と一緒に歌わせていただきます。あ、姉！敦也の言葉にのぞみが白目を向いて叫び出しちゃいました。私と敦也はのぞみを無視して某ヒット曲を披露。な、何あの人、めちゃくちゃ歌うまい。私の歌声にのぞみは両手を胸の前に組んで感動の眼差しを向けていました。実は私たちの両親は二人とも芸能人。私も幼い頃歌や演技の仕事をしていたんです。自分が表に出るようなタイプの人間ではないと思って以来、一般の学校に通い就職したんですけど、私たちが歌い終わると再び会場が大歓声に包まれ、のぞみが立ち上がり私たちの元へ走ってきました。そしてなんと敦也に抱きついてほっぺにチュー。
二人とも素晴らしい歌声を私のためにありがとう。こんな身近にアツヤさんのお姉さまがいたなんて、私ってすごい幸運だわ。そこでアツヤがのぞみの体を引き剥がし、頬をゴシゴシ拭い出しました。あなたですか？俺が姉ちゃんにあげたキーホルダーをビールの中に除菌だなんだって言いながら落としたってクズは。アツヤがあまりに冷え切った微笑みでのぞみに言うもんだから、えとのぞみは間抜けな声を上げて顔中に汗を浮かび始めちゃいました。そして苦し紛れに、お姉さまと今度は私に抱きつこうとしたんですが、私が身を翻したものだから、のぞみはドレスの裾に足を引っ掛けて転倒。のぞみを見下ろしてこう言ってやりました。ふざけんじゃないわよ。職場の女性陣に貧乏だブスだ地味だって失礼なこと言ってマウント取りやがって、都合よく手のひら返して、はい、お友達になりましょうなんて言うかボケ。瞬間、私の言葉を聞いた辰森さんの親御さんが厳しい目つきでのぞみを睨みつけているのが見えました。そんな、お願い、お友達になりましょうよ、私、アツヤさんの大ファンで。突然、バタンという音が高砂席の方で聞こえてきたので見てみると、辰森さんが立ち上がってうつむいたままプルプルと震えていました。さらに司会者からマイクを借りると、皆さん、足を運んでいただいたのに大変申し訳ございません。披露宴は中止とさせていただきます。入籍前の式でこいつの本性が分かってよかった。パニコさんとアツヤさんのおかげで目が覚めました。辰森さんのご親族も辰森さんの言葉にうなずき、全員で立ち上がって深々と頭を下げました。そしてのぞみをギロリ。のぞみはプルプルと震え出しました。待ってよ、大ファンの芸能人がいたらこうなるのも仕方ない。黙れ。辰森さんの怒号にのぞみはうずくまって頭を抱えてしまいました。お前の家族や親戚が誰も結婚式に来ないって話を聞いたとき、おかしいって気がつくべきだった。どうせ迷惑かけて縁を切られてるんだろ。もう二度と俺の前に現れな。私はあなたと結婚するために仕事も退職届を出しちゃったのよ。これからどうやって生活すれば。知るかボケ。真っ青な顔で涙目になってるのぞみ。職場の女性陣たちがのぞみを見てにやけながら披露宴会場を後にすると、他の出席者たちも釣られて会場を出ていきました。みんな待って、私はこれからセレブな白髪姉さんに。ドレス姿のまま座り込んでいるのぞみが必死に帰っていく人々に訴えかけていたので、私は最後静かに諭してやりましたよ。婚約者に寄りかかるだけ寄りかかって何もかも失うとか、自分の足で立ってないからこういうことになるのよ、惨めね。そしてアツヤと会場を出ました。うわーんと泣き叫ぶのぞみの声が開いた披露宴会場のドアの向こう、悲しく響き渡っていました。その後、のぞみと辰森さんの婚約はもちろん破談に。辰森さんはのぞみに慰謝料と式場の費用を請求。のぞみは両親にも見放され借金まみれになったそうです。もちろん就職難のこのご時世、どこにも雇ってもらえず昼夜ぶっ通してアルバイトだそうです。でもあのドキュン猫かぶり女、最初こそバイトの面接に合格するも数日経つとすぐにサボり出してクビ。借金を積み重ね、とうとうローン会社からお金が借りられなくなったのぞみは危険な金融会社からも借金しちゃったみたい。のぞみからこのままじゃ人生終わる、助けてとアツヤの SNS にメッセージが来たそうですが、マネージャーさんの判断でブロックしたとのことでした。さて私はというと、のぞみがいなくなって職場の空気がかなり良くなり充実した日々を過ごしています。そうそう、この間アツヤと一緒に辰森さんにご飯をごちそうになっていたんですけど。披露宴の際はお二人ともありがとうございました。そして大変申し訳ありませんでした。いえいえ、私たちはただ余興の出し物をしただけですし、これからは気をつけるようにします。でも辰森さん、イケメンだしお金持ちだし女の子が憧れちゃうっていうのもわかる。そうですかね。なんか俺今回のことで怖くなったっていうか、分かんなくなっちゃいました。結婚も恋愛も、それに憧れるってことも。憧れるって自分に持ってないものを持ってるから憧れるんですよ。
自分がその人になれないから憧れなんです。きっとその時が来れば辰森さんにもちゃんと憧れを抱けるような素敵な人が現れますよ。だから今は分かんなくてもいいんです。イシシバ、バニコさん、あれれ、なんかお二人さんいい感じじゃね。あれ、ほら息ぴったり。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。